どうも、ショーです。横地図前回の続きをやっていきたいと思います。今回なんですが、歌舞伎猿をゲットしました。これ、あやこしコインですね。さっきガシャドクロ G 倒して連動ダンジョン行ってたんですけど、こいつ出てきて、なんかレアっぽいんで、とりあえず、今動画撮ってるんですけど、ちょっと見てみたいと思います。なんかヤマトの色違いですね。歌舞伎猿。レアなんかな、これ。一応赤玉から出てきました。お主の行い感謝する。アパレナリー。お、歌舞伎ザル。レアですね。金枠なんで。歌舞伎ザル。オッケー。よーし、名前はもちろんのことし、歌舞伎役者なんで、海老蔵でいきましょう。ランク、これは A かな ?S ではなさそうやけどな、パッと見は。でも一応レアなんで、まあ A、B、S、どれやろ。ちょっと見てみます。あ、ランク A。おー、力型やな。勇ましい族。力高いな。土俵際、HP が0になった時、一度だけ HP1 で耐える。これは結構 A スキルやんな。お、強威力強脳天勝ち割り、威力130。え、マジか、強っ。え、めっちゃ強いね、威力。一発の。大見えボンバー。大見えを切ってコンボを叩きつける。クリティカルディアスが外れやすい。あー。お、力がダイアップ。え、こいつ A ランクにしてはだいぶ強くないか?超絶アタッカーみたいな感じですね。威力強化する前から130あるんで、これ、威力上げたら多分150超えるからだいぶ強いと思う。確か。めぐれで今、マックスで120なんで、初期値から120あるのは結構やばいですね。結構強いぞ。しかも威力160ってやばいな。260か、久田だもん。おー、これは、ええな。あやかしコイン結構レアモンスター出やすいよな。大事点。勇ましなんで、この辺におるんかな?あ、おった。ヤマト。の色違い。パンクな生き方に憧れ、いつも奇抜なことをしようと目を光らせている歌舞伎メイクの妖怪。いつか舞台に立つとは夢。歌舞伎ザル!うん、かっこいいな。ヤマトの色違いやけど。あっ、ぬいぼ。あらよ。あ、サボっとる。いいね。ゲットしました。ちょっと下山見てみようかな。しまどろ。うわ。とりあえず下山だけ見てみたいと思います。まあ、育てる育てない別にして、まあ。でも大事件が増えたからよかったな。とりあえず性格は荒くれにしとくか。まあ、こいつは性格でも荒くれで OK でしょ、多分。あ、荒くれやった、元から。さすが。さすがじゃないか。入れ替えまーす。とりあえず、海老蔵入れとこう。よし、めぐれ戻し。オッケー。ちょっと攻撃の下だけ見てみたいと思います。でも強そうやな、A ランクでは。アタックがやたら高いからな。敵おったな、ここら辺。どっか反応するぞ。あ、この下か。よし、派遣。どこに、あった。ここ誰?引きこうもりか。引きこうもりかな、これは。誰だ?お、プルファント。おう、モレゾーの、色違い?お、レアなんか、こいつ。おにぎり。おにぎりやっとくか、一回。愛情天むすも、足りないからあげとくか。よし。来ました。うお、ギリギリ残った。大見えボンバー、おらよ、ズドーン。お、強え。レベル1でこれか。めっちゃ強いやん。あ、強っ。エビゾーンめっちゃ強いぞ、これ。これは公式ルールで役立ちそうやな。A ランク、縛りがあるから。オッケー、プルファント。
早く友達になって漏れちゃうよ、プルプル。お前も漏れるんかよ。同じやんけ、漏れたと。ブルファント。まあ、銀枠だったらレアではないな。ブルファント。よし、こたつ入っとけと呼ぶことにした。ついでにゲットしてよかったな。おお、やっぱ進化系なんかな。でも進化系我慢もせやと思ったけど違うみたいやな。よし、エビゾウ、これは結構育てたら、うん、レギュラー入りそうな勢いで強くなりそうですね。まあでも言っても育てるやついっぱいいるんでね、その何匹も何匹もまだ今は育てないんですけど、まあいずれはいろんなやつ育てたいと思ってるんで、まあまあ候補が増えましたね。力めっちゃ上がっとるな。超絶アタッカーやぞこれ。まあこのラスボスも育てたいんですけどね。とりあえずイケニアも育てたいし、フジコちゃんも育てときたい。言うてもこいつら全員育てたいんだよな。まあまあとりあえず今は極楽、阿弥陀極楽かな、あそこの攻略を目指しておきます。はい、というわけでとりあえず今回は、歌舞伎猿ゲットという動画でした。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。